アレン版製油所のある南方最大油田地帯の攻略を託されたのが、連度の高い歩兵を航空機からパラシュートで降下させて強襲する、まさしく空からの殴り込み部隊とも称すべき久米誠一大佐が指揮する陸軍空挺部隊の第一挺身団であった。総勢約340名の空挺部隊はほとんど損害を出さないままラギン軍約1200名を見事に帰還。中には降下で部隊主力と合流できず、たちまち20数名の敵に包囲され、拳銃1丁で8人の敵を倒し、最後の一発を我が眉間に当てて自決していった。鴨志田軍曹のような凄まじい戦闘が展開された。こうして国の存亡に関わる油田地帯は無傷のまま我が日本の手中に収まったのだ。今考えてもよくこんな少人数の空挺部隊で製油施設と飛行場を占領することができたのか。機関銃や装甲車を持つ相手に日本軍の兵器はほとんどが拳銃や手榴弾である。そんな離れ技をやってのけた第一挺身団は内地で華々しく報道され、文化や映画のヒットで誰もが知る英雄的存在となったのだ。 Kindle にてこれだけ読めば大英米戦争はわかるが発売中です。ぜひお求めください。